はい、こんにちは、翔太郎です。今回紹介するのはこちら。バンダイより発売中の食玩シリーズアニマギアより、アームズギロテッカーアビスです。はい、こちらは以前動画で紹介した、非常に高いクオリティのプラモデルが入っている食玩シリーズアニマギアの第1弾の色違いのキットです。以前紹介したこちらのブレイズドラギアスヘルが、単体でもめちゃくちゃかっこよかったんですけど、せっかくアニマギアには共通ジョイント共通フレームといった、組み替え遊び推奨のギミックが搭載されているので、やっぱり組み替え遊び用にキットも何個か買っといた方が楽しいんじゃないかなと思って、今回はこちらを購入しました。色的に合わせやすそうだしね。それではこちらの商品確認していきましょう。パッケージ正面はこんな感じ。モチーフはザリガニとかですかね。ハサミとか背中についている武器からビームみたいなのを発射しています。なんか今まで見てきた二足歩行型のタイプはちょっとメダロット感あったんですけど、こいつに関しては結構ゾイド感がある見た目ですね。背面はこんな感じです。今まで村正とかで二足歩行として使っていたボーンフレームをこんな感じで寝かせて使う形なんですよ。この股関節の部分だけ専用のものを使って、他はボーンフレームの共通パーツを使ってるんですよ。そしてこいつに外装パーツをつけることで、アームズギロテッカーアビスといったこういうザリガニみたいな形のものが完成するって考えたらもうすごいですよね。本当に工夫されていて面白いです。そして開封して組み立てたものがこちら。こんな感じに組み上がります。内容物はアビス本体とシールであるブラッドステッカー、顎ら辺にセットする専用の台座パーツと、そして今回はそれなりに多い余剰パーツと、ジョイントをステイしておくためのパーツ。股関節が専用パーツ使っていたり、首とかもこのダブルボールジョイントではなくて、頭側に搭載されているジョイントを使っているので、まあ、それなりにパーツは余りますね。本体正面、側面、背面、底面、上面です。いや、思ってたのの100倍くらいかっこいいっすね。フォルムもさっき言った通りゾイド味があってすごい好みですし、あの動物モチーフなのになぜか背中のところに武器しょっちゃってる感じとかね。あと何よりボンフレームの使い方とかパーツのハマり方とかがすごい絶妙で、これ人型にも共通フレーム使われてるんだよって言ったら、え、そうなのってちょっとびっくりしちゃうようなまとまりの良さだと思います。全然形状で無理してる感じないことがわかると思います。こいつと共通フレームとかちょっと信じられんって感じですね。この裏から見ると、あ、これ足のパーツなんだなっていうのはわかるんですけど、この外装パーツが足の側面にはまって、なんか一体のちょっとボリュームのある尻尾みたいな、そういう形を成しているので、全然ザリガニシルエットの破綻がないです。いや、本当にすごいと思う。そして胸というかこのボディの部分もこんな感じで蓋をするパーツで完全に隠されていることによって、人型のボンフレーム寝かせて使ってるんだっていうのを全然感じさせなくなってるんですよ。そしてこの腕の部分も人型であれば肩、肘、ここのボールジョイントからハンドパーツがついて手首っていう感じになってるんですけど、ここにハサミの下の部分をはめて、その後こちらの穴の部分にこの上の大きい方の爪の内側のピンを差し込んであげることで、こんな感じでハサミを表現しています。もう恐れ入ったわって感じです。それでは本体ざっと見てきたので、何個かポーズを取らせてみたいと思います。背中のビーム砲みたいなパーツの付け根に可動部があるので、それを上に向けて爪を大きく開くことで一斉射撃をしているような感じのポーズ。まあポーズって言ってもさっきとあまり変わってないんですけど、まあその辺はこの形状なんである程度仕方ない。まあそれでもこういう微妙な表情付けができるだけでかなり楽しいです。爪とかここまでバカッと開くので結構な迫力になります。そしてこのチャンネル大好き双胴の台座を使うことで、こんな感じで水中から飛び出てきて襲いかかってくるような感じのポーズを表現することもできます。この反り方とかは結構綺麗にできるので、こうやって浮かせた感じのポージングを取ると映えますね。でもこのアームズギロテッカーって村正とかと違って、こうやってお尻のところに穴が開いていて、そこに刺したりっていうようなことができなくて、反対側から見ると一部パーツを取り外してそこの穴にスタンドを接続している形で今回はディスプレイしました。なのでこういう感じで外装パーツを取り外して接続とかしたくないよっていう人は、食玩ベースについてくるようなこういう挟み込み系のジョイントを使ってこうやって浮かせた感じのポーズを取るといいかもしれません。いや、それにしてもかなり躍動感あっていい感じだと思います。最後はドラギアスヘルと組み合わせて飾ってみて、こんな感じ。指揮官機に命令されてるような感じにも見えて、こういうディスプレイもありなんじゃないでしょうか。まあ実際のストーリーだとドラギアスヘル誰かと協力して戦うようなこと今のところありませんけどね。まあこういう身内と一緒にいたら命令くらいはするのかな、こいつ。こうやってちょっと悪い形相の奴らみたいなのを組み合わせて、軍団みたいにして遊んでみるのも、また組み替え遊びとは違った集め替えの一つだと思います。
はい、いかがだったでしょうか。私はもともとこのキットを組み替え遊びのパーツ取り用として買ったんですけど、全然このキット単体でもめちゃくちゃかっこよかったですね。ちょっと舐めてかかっててすいませんでしたっていう感じでした。また何よりもあれだけディフォルメされててかっこいい人型になるボンフレームが、本当に一部のパーツ変更だけで全然違う形の可動素体というか骨組みになるっていうのが本当に面白かったです。4足方向とか羽根ついてるタイプとか、どんな風にしてボンフレーム使われてるのかっていうのが気になったので、そちらの方も今度購入して試してみたいなと思います。いや、これ順調にハマっちゃってるな。私と同じで人型しか購入してなかったよっていう皆さんも、一つぐらい人型じゃないやつを購入してみて試してみてはいかがでしょうか。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。